皆さん、こんにちは、佐々木です。本日は投資において、なかなか結果が出ないとき、もしくは投資した銘柄がなかなか上がらないとき、もしくは投資とかね、短期のトレードにおいて、なかなかそのうまく利益にならなかった、もしくは何回トレードや、えー、投資やっても含み損とか、2、3年やっても結果が出ない、利益が出ないという方に向けてアドバイスをしていきたいなというふうに思います。まあ、これは、今現在の仮想通貨もそうだし、株もそうだし、 為替、えー、もそうですかね、FX においても全てに通じる考え方であり、なおかつ、えー、大きな時間軸や大きな目線、例えばヘッジファンドとか、えー、投資企業とかをね、えー、運営している会社はどういった思考とかどういったビジネスモデルになっているのかとか、そういったところにも触れていきたいなというふうに思っていますので、えー、個人でやっている方、えー、まあ法人でやっている方ってほとんど見ないと思いますけども、個人でやっている方は、 え相当参考になるんじゃないかなと思います。まあ、僕自身ももちろん個人でやっていて、まあ、もちろん法人もね、持ってますけども、法人では運営してないです。あの、えーっと、投資はね、ビジネスで法人を持ってるだけで、投資は完全に個人になってます。まあ、個人だったら投資はね、マレーシアだったら無税なので。 えー、めちゃくちゃメリットがあるって話なんですけども、まあそれは置いといて、えー、今回はなかなか結果が出ない時とかね、まあ要は相場自体がもう無理っていう状況ですね。まあ今とか今後そうなってる可能性は高いと思ってるんですけどそういった時の考え方だったりとか、やることですね、えー。そういったものをまとめて話していきたいなというふうに思っています。これはまあ僕自身がやることでもあり、皆さんにもぜひやってほしいこと、そういった考え方になってほしいなと。そうすれば、えー、大きなね、利益に変わっていくよと。 相場がね、上昇局面になっていくときに大きな利益に変わっていくよという話をしたいと思います。で、これから話していくんですけども、まだね、僕の公式欄に公式メールは登録しない方、はぜひ概要欄の方から登録しておいてください。当社ね、えー、ビジネスの話を無料でね、とえー、配信してますので、ぜ、え、ひ、ー、登録しておいてください。あと、証券会社とかね、もう、えー、概要欄の方にありますので、ぜひチェックしてください、えー。それで話していきますけども、まず、えー、ビットコインとか、あの別に為替株、 関係ないいですけども、まあ、見てください、あのーまあ、皆さん、まあ、慣れてる方とかあったら分かると思いますけどもナスダックとかもそうだし、えー、株価指数全般ですね、あのーまあ、下落傾向にあるんじゃないかなよやっとですね、えー、202021 2020のコロナバブル ショックから、コロナショックからのバブルですね。こ約2年間の上昇が終えて、下落局面に入っていったんじゃないかなと思います。まあ、要はその上昇を引っ張ってきたのはナスダックなので、そのナスダックが崩れ始めている、ねいや。一旦その下落で押し目で上がっていくのかなっていう局面が崩されて、まあ、2番底でね、ここから上がっていく可能性もありますけども、それにしても下落が、えー、強いので、まあ、そう考えるとやっぱり、 一万二千から一万一千ぐらいまで今年一円とかかけて押してくる。まあもちろんね、一万三千まで押してまた一万四千、でまた一万二千みたいな感じで、じわじわね、一気に行くとは言ってないですよ。じわじわ押していくとは思うんですけども、っていうことはつまりは、要は米国株とか、えー、日本株の個別銘柄、まあニャス,スダックって言ったので、えー、日本株はどうなのっていうと、まあもちろんね、あの、米国株より強いわけがない。まあもちろん、えー、日本株の一部のね、 え要はこれ日経平均なので一部の銘柄はえ例えばマザーズの上場したての銘柄が2022年とか23年に1年間とかえ数ヶ月で数倍数十倍まあ数十倍は無理ですねまあ多くて10倍前後になったっていう事例とか今後出てくるかもしれませんけどもまあ,あるんですよ毎年まあ特に去年とかはえ去年一と年しかな特に2020年とかは コロナショック時に暴落した時に投資しておけば、2020年とか結構10倍銘柄って多分結構出てきたと思います。僕も、理覚しなければ10倍になったって銘柄が僕だけでも何銘柄かあったので、買ってた銘柄で、ね。だ結構相当あったんじゃないかなと思いますけども、今後は今年、来年とかは相当厳しいんじゃないかなというふうに思ってます。だから、今年、来年っていうのは、来年ぐらいからだったらまだいいです。特に今年はですね、投資の比重、 今ね、もう今年やっちゃったよとかっていう人はしょうがないんですけども、今後ね、投資しようと思っている銘柄があるとか、今年、えー、投資始めようと思ってますっていう方に向けて言うのは、やっぱりまあ、えー、去年、一昨年と上がったので、えー、今年はやっぱり下落する可能性は高いとで。その下落始まってるよということです。で特に、えー、2021年、えー、仮想通貨ね、まあ、僕のチャンネル特に仮想通貨取り上げていたので、ビットコインとかもね、 えー、特にまあ多かったのは多分4月5月とかに仮想通貨買った方って多いんじゃないかなと思います。去年のまあ3月4月5月に仮想通貨投資始めた方ね。なんでかっていうと一番上がったから。まあ一番上がったのは11月ですけども、始めた方ベースとか注目度が高かったので言うと4月5月じゃないかなと。で、5月一旦崩れてからは、まあ、僕のね、YouTube の再生回数とかを見る限りではとかね、まあ他の人のチャンネルとか見ても、 そこまですごいチェックしてるわけじゃないですけど、なんとなくやっぱり、えー、仮想通貨に熱は冷めたのかなと思います。でそういった状況からしても、やっぱり、まあ、今年とかですね、えー、去年その投資して今年、えー、なかなか上がらないよって状況で、まあ、熱が冷めちゃって、えー、やめちゃうとか、もう何もそのやる気が起きないとかっていう方、すごくね、増えると思うんですよね。そういった時にどうすればいいのか。 ってていいうことですすけけどどもそれを話していきますけどあの基本的には、日本で仮想通貨投資、株式投資もそうですけど、現物投資ですね。要は FX とか BTCFX、通常のドル円などの為替の FX、もしくは株のえ FX というか証券取引もありますけども、それらをやってる人はまあ毎週に忙しいというか、やる局面はあると思うんですよ。ただ、全員が全員そういうことやってるわけじゃなくて、多分ほとんどの人というか、 そうですね、まあ、仮想通貨投資の場合はあのー、要は、利確すると、えー、常にその、ね、ある程度4000万円以上になってくると50%以上の税金かかってきますので、えー、短期トレードやる人多分少ないと思うんですよねあとまあ難しいしねあのそんな簡単に初心者が稼げるほど、えー、BTC フェックスは簡単じゃないので、えー、日本においてはあんまりその、えー、ガチ勢っていうかね本当にもう 取り組んでいて、で、ある程度利益が出たらもう専業トレーダーみたいな感じでやってる方しか BTC フックやってないと思うんですけどもで、でそれ、そういう人はいいですよ。自立してるんで。多分ほとんどの人は現物投資で価値表とか、10年後を夢見ましょうとか、えー、夢見ましょうって言ったら言い方あれですけど、10年後を考えてみましょうとか、でもちろんまあビットコイン10年後とか上がっ今より上がってる可能性は僕も高いと思ってますよ。ただ、それは人によると思います。えー、6万ドル付近で買った人と、 やっぱりこの4万ドル付近で買った人っていうのは、パフォーマンスと全然違いますし、1.5倍の差がありますからね。なので、例えば100万円分買ったのと、ここで150万円分買ったっていうのは、数量的には同じってことです。ね、なので、そういったのもあります。例えばもっとね低い。例えば2015年とかに投資してる方は、もう2、えー、1ビットが2万円ぐらいの時に投資してるわけなんで、もう、 爆爆中の爆撃なんですよねそういった人はもうガチョでもね、えー、いいんじゃないかなと思いますけども、まあ今年もしくは去年始めた方っていうのは、まあビットコインはそれなりに高値圏なので、上がったとしても数倍、えー、ですね。しかも8倍、9倍に近い方じゃなくて、5年後、10年後の話ですよ。8倍、9倍に近い方じゃなくて、どっちかっていうと5倍とか、それぐらいになっちゃうんじゃないかなと思います。だって5倍って言っても、今4万ドルだとすると、1ビットコイン2000万なんで、かなり余額、えー 時価総額になりますからねいや今からの5倍なんで、相当な時価総額になります。なので、5年後、10年後と言っても、そんなに上がる可能性が高いかっていうと、まあ、上がるた可能性自体は高いけども、上昇率っていうね、数倍、数十倍になる、数十倍はほぼない。10年後っていうのを考えると、ほぼないっていう確率論とかで表すことはできませんけども、まあ、ないと思った方がいいでしょうね。そんなに甘くないっていうか、う。ん えそ,だってそういったらですよ、もう今、もうビットコインである程度1000億とか持ってる人は、10年後に数十倍になるって言ったら、えー、と数十兆円持つことになりますから数、えー、数兆円とか数十兆円持つことになりますんで、もうイーロン・マスクとか軽く腰がいんですよ、でバイナスの CZ さんのなんかはね、もう数百兆とか持つようになるんで、まあさすがにないんじゃないかなと思います、うん、そこまで上がる、ね、今からビットコインとか仮想通貨全体が数百倍になるってことはね。 ビットコインで10年後に10倍になるかどうかっていう話だと思います。なんですよ。なので、えー、重要なことは、だからそんなに上値、ねえー、上がっていく可能性がどんどんね、狭まってきてるんだよと。ただ、やっぱり一番、えー、可能性あるのは仮想通貨だと僕は思ってます。なので、まあ、アルトコイン中心に投資するっていうのは、えー、以前から言ってますけども、で、今年ね、下がるっていうことを言ったときにあの、やっぱりね、一番重要なことは、あのー、 これあの、ヘッジファンとかそういうこと言いましたけども、僕はビジネスを頑張るっていうことだと思います、えー。何でもいいです、別に。まあ、皆さん、仮想通貨のことを勉強してるんだったら、それね僕みたく YouTube で配信したりとか、まあ、それだけでも YouTube のチャンネル投資が増えたりとか、あとお金ですね。えー、YouTube 上の再生回数っていうのでお金をも,もらえるし、あとは、えー、企業、えー、要は取引所ですね。仮想通貨の取引所の紹介とかでもアフィリエイト報酬が、えー、もらえますので、まあ、かなりの額ですよ。 いけますので、あのー、まあ、僕の額とか言いませんけども、あと、取引所の案件とかね、えー、紹介するっていうのでもかなりもらえますので、そういった風になってくると、それを、えー、ただ遊びとかに使うんじゃなくて、さらにそれを投資に回すっていうことです。仮想通貨投資に、えー。しかもそれをビットコインも買ってもいいですけども、下がってくればね。まあ、できれば狙いたいのはやっぱり3万ドル以下まで狙いたいかなというふうに僕は思ってます。下がるか分かんないけどね。 うん、わかんないけど、でも、狙っ、待ってもいいと思うんですよね、僕はね。だから僕、小額しか今、ビットコイン買ってない、持ってないんですけども、特に含み損になってる方とかは、あの、本当に、なんていうかな、やることないんですよね。結局、資金がなくて、なかったら、軍資金がなかったら、もう、一回投資して、次の買い増し資金がなかったらっていう風になったら、もう、見ることすらしなくてもいいと思うんですよね。なんでかって言うと、見たって見なくたって、もう、やることないので、 しかもガチをするって決めてるんだったら、5年、10年持つって決めてるんだったら、選択肢としては、下がった時に買い増しするしかないんですよね。上がっていった時に買い増すっていうのは、まあ、ドルコスト平均法とかっていうやり方もありますけども、基本的にその大きな利益を取っていくんだったら、上がっていく途中では買い増しをしないで、下がっていく段階で何品何品何品していくっていうのが現物投資の、僕は一番利益が出るやり方だと思います。もちろんそれは上がると思ってる銘柄前提ですよ。 下がり続けて、例えば上場ね、株で言ったら上場廃止になるとか、破産。要は、投資してる。株だったら分かりやすいですよ。なんでかっていうと、その、決算とかあるからね。ビットコインだって決算なんてないですから。だから、あの、まあ、もちろんハイリスクであり、ハイリターンでもあるんですね。狙える額が。 あのーまあ、最初数倍しかならないって言いましたけども、数倍ぐらいじゃないかなとね、10倍いけばいい方かな、10年でね、って言いましたけども、それがビットコインの限界だと思います、上がる限界。えー、てか、それぐらいに思っといた方がいい。で、あるところについては、今後出てくる銘柄新しいコインね、どんどんこ、えー、今年も来年も再来年も出てくると思いますが、その中で、えー、1年以内に、えー、10倍以上になる銘柄っていうのは年間多分、えー、10個以上。 多くて100個とか出てくるんじゃないかなと、相場が良ければね。例えば2025年に、次の半減期の翌年が2025年ですけど、そこでまた仮想通貨バブルみたいなことが起こると、その時にまたアルトコインの一部は、去年みたいな感じでね、えっと、テラとか、ソラナとか、アバランチとかですね、あとはニアとか、アキシーとか、あとシバとかね、そういったようなコインっていうのは何倍何十倍、シバだと50万倍とか、なったみたいな感じなんで、 えその都度ですね。今年もまあステップンとかもね、結構何倍いったんですかね。えーぜまあ、どこからかあの数えていってね、上場した時点からだと2、3倍とか数倍ぐらいしかなってないかもしれませんけど、まあ、その、えー、年々で、えー、話題の銘柄でて出てくるんで、そういったのは当たればすごいですけども、でも、要はそういった銘柄を掴むためにはやっぱり適度に資金を残していたりとか、要はえ現金、もしくはステーブルコインですね。USDT とか BUSD とか UST とか。 そういったようなステーブルコイン、ドルと同等の価値を持つようなものを持っておかないと、そういう新しいコイン出たときに投資できないわけなんですよね。だからやっぱり何かしらビジネスで収益を保つとか売り上げを得る、もしくは別にそ,のそういったことをやらないとか難しいんであれば会社員とかでもいいです。そういった場合にはもう、えー、っと節約、もう他の趣味とか全部捨てて、あのもう えー、仮想通貨で稼ぐって決めてるんだったら、やっぱ他の趣味とか、何か今お金使ってるならそれ全部やめる。で、なるべくなお酒とかね、タバコとか、そういったの当たり前ですよ、やめるのは。だって僕だってやってないですもん。僕なんかまあ筋トレとダイエットしてるんで、鶏胸肉とブロッコリーとかね、白米だってほとんど取ってないですし、なんか PSG バランスとかね、えー、そういったので、あの本当に2000カロリーぐらいしか取ってないです。で、それでもう激しくトレーニングして、有酸素するみたいな。 ね、ある程度お金あったってそんな感じなんで,で。別にそれを苦だと思ってないです。なんか自分の志望があることは苦だと思ってるんで。だそれと同じように、その、今お金がないことは苦だと思った方がいいです。で、なおかつ、あのですね、お金を稼ごうと思って、最初の頃ってすごいお金を稼ぐって大変だと思うんですけども、ある程度例えば数億とかね、になってくると、あのステーキングとかもね、馬、え、鹿、ー、にできない額になってくるんですよね。月100万円以上とかのステーキング報酬が入ってきたりとか、 で、変なのはやんなくていいと思います、僕は。あの、ま、資金が少ないからっていう感じで遊びでやったりとかネタみたいな感じでね、ツイッターでやってる人とかもいますけども、なんかよくわかんないディファイの年利数百パーとかね。ま、100パーぐらいだったら、ま、で、有名なコインだったりです例えば、アキシーが年利100パーとか、だったらいいですけども、なぜかこう怪しい、本当にもう聞いたこともないようなコインが、で、時価総額も3000円とかね。で、いったコインでなんか年利1000パーとかね。 あったりします、ディファイだと。えだからそういったようなことをやらないで、まあある程度その時価総額が数百位、まあ300位から500位以内のコインであって、ある程度その常識的な範囲の金利、年利30%とか20%とかね、そういったぐらいのものの方で,で、なおかつプロジェクトはしっかりしてそう。ね、これしてそうレベルでしかわかんないんですけども、そういったぐらいのやつでもいいです。まもっと言うと時価総額100位以内とかね、っていうふうになってくると、100位以内は相当その、 なんていうんですかね。強い。うん。え仮想通貨企業だと思いますね。そういったような企業であれば、僕は問題ないんじゃないかなと。そういったような企業の仮想通貨を買う。もしくは、まあ、株でもいいんですけど、株とかでも一緒です。だから、基本的には、今、含み損になっている方とか、そういった方は、基本的に何かでお金を得るしかない。会社でもいいし、バイトするでもいいし、何か、えっと、ネットミニスやったりとか、YouTube で稼ぐとか、そういったようなブログ書くとかね。 そういったところをしてやると。で、えー、証券会社とかそういったところも結局何をして稼いでいいのかっていうと、証券会社については手数料。ね、僕たち投資家からの手数料。で、あと取引所についても手数料ですね。えー、っと、で、そういった会社は手数料で得た利益をまた投資したりとか、要は売上なんでそれはね、利益なんでそれを投資してるっていう感じです。なので、まあ、僕たちが、えー、投資家権 えー、さらにそこで収益を高めていくためには、何かビジネスで稼ぐっていうことをするしかないですね。だから僕も、まあ、スクールとかやっていると。で、スクールっていうのはネットビジネスがいうかね、スクールで得た利益をすべ、えー、て投資に使っていると。その私利私欲のためにね。もちろんそれの分を、えー、自分の生活のために使っているという分に数えればそうですけども、それもそうだし、投資でも稼げるしっていうことで両方でやってます。なので、あの投資で稼げないからスクールやってるとかね。 じゃなくて皆さんも全然やっていいと思うんですよ。なんか投資スクールとか、投資のアフィリエイトとかね。ガンガンやっていいと思います。で僕もだからネットビネスがね、えー、元々そっちからスタートして、投資にもうやり始めましたけども、なんでかっていうとやっぱりね、限界あるんですよね。要は投資、えネットビネスの問題点っていうのはやっぱり怪しいとかそういったことがあるんで、えっと、売り上げは稼ぎやすいんですけども、あの、要は、マスが広がないっていうか、パイが広がらないんですね。でそ、その点ですね、あの、投資のいいところっていうのは、 えっと、そのパイがでかいんですね。なので、あの、お金さえあれば、どんどん広がっていく可能性があるということです。で、なおかつ、やっぱり収益、えー、軍資金の量が、えー、ずっと入ってくる。ね、ネットビジネスとかで稼ぎ続けられる人だったら、それをどん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 投資に回せていけるんで、で、なおかつ、その固定費とかっていうのは限られるんですよね。いくらそのね、贅沢しようと思ったってね、<laughs> あの、たかが知れてるんで、あの、毎月1000万を、なんか生活費に使おうと思えばできますけど、 例えばフェラーリ毎月1台ずつ買うってなったら毎月3000万とか5000万とかね。もしくは1億ぐらいかかっちゃうかもしれませんけど、維持費とかね入れて、とか2台3台とか買うとかなったら。そんなにいらないじゃないですか。例えば、えっと、10億円の家買うって言っても、あの、そんなにね、あの、ま、そんなん必要ないじゃないですか、基本的には。でね、1億円の家買うとしても相当な家立ちますんで、日本においてもね。で、海外だったら1億っつったら、まあ、うん、そこそこ。 そこそこ、まあそんな足りないかな。うん。でも、えまあ数億とかね、家建てるって言ったって、そんなにその年間、例えば、1億ずつ稼げば、3年で3億とか貯まるんで、3億から5億、10億くらい、えとかね。まあそこまでいっちゃうとあれですけど、だから、まあ重要なことはですね、とにかく、その、投資で稼ぐっていう時に、え長期で考えてる方は、あの、基本的には、えっと、何もすることはないんですね、基本的には。ほとんど。 ほとんどの時が何もすることはない。長期であればあるほどで。特にガチを決め込んでる方なんていうのは、基本的にやることないわけじゃないですか。あの投資においてね、えー。なんでかっていうと、ガチを決め込んでるんで、買った銘柄を買いますか、それ以外の銘柄を買いますか、もしくはそれ,それ以外を探すっていう時に勉強するかしかないんですよねで。そこで投資するお金がないんであれば、見る必要すらね、買えないから、見る必要すらないんで、 なので、そういう時に重要なことは、あと、下落局面になりかかっている時に重要なことは、買い増しする。ある程度大きく下がった時に。だから、ビットコイン3万ドル以下とか下がってきた時には、買い増しする。だから、そのために、何かえ収益を得る方法を探すとか、作っておくっていうことはすごい重要だと思います。だから別に会社員だったら貯めておくとかね。毎月貯金ができるんら貯めておく。しっかりと下落するタイミングでえ投入する資金を作っておくとか、 もしくは去年大きな利益出ているんであれば、含め益の状態であれば早めに例えば海外移住するとかね、えー、今年暇な相場になりそうだなっていうタイミングで、離格しないで海外移住して、海外移住してから1年後とかに離格するとか、もしくは離格しないでも少しずつ買っていくとかね、海外移住した段階で年間1年、えー、180人とか、ね、非居住者の条件を満たせ,、えー、満たせば、えー、日本に課税されないので,で、そのルールすらも今変わるかもしれないと思ってますんで、 良くなること、まあ50、50%から、最大55%のね、雑所得の税率から、株とかと一緒に20%ぐらいまで下がる可能性はね、仮想通貨もありますけども、それは、かもしれないなんで、今すぐにわかることっていうと、やっぱり、今後も税率が50%前後かかるかもしれないっていう前提で動いていかないといけないので、やっぱりまあ、海外だとね、税金、マレーシアもそうだし、シンガポールとかドバイとかっていうのも、 基本的にその投資収益って全部無税なんですよね。でえー、とドバイで言ったら投資じゃなくてビジネスもゼロ。なのでまあ物価が高いと言ってもある程度売上とか利益がいればあのプラスなんですよ。どう考えたって。例えば日本において1億円稼ぐと、投資でも仮想通貨でも、投資の、ね、株とかの場合には現物投資の場合は20%ですけど、1億稼いで2000万。だから2000万円までの固定費がかからないんであれば、 えー、海外に移住した方が楽だし、で、仮想通貨で5000万って言ったらね、だから月500万平均で使っていくことになるんで、それが丸々ね、5000万円が税金じゃなくて、えー、手元に入ってきたら良くないですかって話なんですよ、まあ。例えば日本において税金をね、払う、払わないっ、ね、払った方がいいような感じしますけども、そんなにメリットないですよ。あ日本において貢献したみたいな、あのー、こともないんで、基本的にはね。な、あ、ん、のー、でかっていうと、 まあ仮想通貨とかに関しては投資においては少しあります。なんでかっていうと、世界の、えー、パイから取ってきてるんで、ただ特に国内事業で、えー、ビジネスやった場合に、そこの税金払ってるっていうのはあんまり意味ないですね。なぜなら日本国民に対してビジネスをやって、その税金払ってるだけなんで、なんかその二重に税金払ってるというか、えー、だけなんですよね。国外から売り上げを引っ張ってきて、それに対して 税金するっていうのは国外の資産を奪ってきて日本に納税してるってことなんで国力としても強くなりますしそれはメリットなんですけども国内でのビジネスやってえ税金がね増えたってそんなにメリットなんですだから YouTuber とかそんなそのまあどんなビジネスもいいんですけども僕はやっぱりそう思いましたやっぱりま冷静に考えてもそうですねだって要はえ消費が日本で消費してそれで売り上げになっていて なんか二重にお金払ってみたんですよ。いや、給料で税金引かれて、それで消費でまた消費税払って、企業はそれでまた税金払ってるんで、お金が回るほどに税金増えていくんですよね、勝手に。で、国だけは得していくっていう。で、国も無駄なお金使っていったりとかするんで、誰も儲からないっていうね、仕組みなんですよね。 なので、えー、まあ、それはちょっと外れましたけども、まあ、とにかく、えー、今ね、含み益になってないとか、含み損になっちゃってる方、えー、あまり利益出てない方は、投資以外での収益を、えー、稼ぐ、えー、ことが重要だなというふうに思います。まあ、それを伝えたくてね、動、え、画、ー、撮ってみました。あと、長い冬っていうか、これだけ、その、もしかすると下落が1年とかで続く可能性あるんで、まあ、2018年とかね、2019年とかっていうのも仮想通貨ほとんど、 まあ動かなかったっていうか、下落相場だったので、そこから考えると、やっぱり、ここから1年ぐらいは下がり続ける。もしくは上がらない。レンジ相場になるっていうことを想定した方がえいいんじゃないかなというふうに思っています。なので、そこで自分のビジネスを持ったりとか、何かえ収益を保つ方法をしましょうと。で、メンタルについては、基本的にはそういうものだと思ってください。なので、そういうものだと思って、なかなか利益に変わらないとしても、いつか大きく上がると。仮想通貨に関しては僕は、 基本的には全体、えー、全般的に上がっていくと思ってますんで、株もそうですね。日本株も米国株も基本的にはやっぱり上がっていくと思ってます。で、まあ、為替についてはね、基本的にはレンジなんで、えー、あれですけども、まあ、暇だったら僕がやるべきことは、まあ、投資が好きなんであれば、FX、今だったらドル円とかはすごい動いてるんで、ドル円はやるのはいいと思います。勉強についてはね。あとは BTCFX とかもいいと思うし、アルトコイン FX もまあいいですけども、まあ、ビットコインの今の、ね、このレンジで、 えー、BTC フィックスで稼ぐっていうのは割とむずいです。あのー、それはうまい下手とかじゃなくて、要はボラが少ないからね。これで稼ぐっていうのは相当そのデイトレっていうか、トレンドもないんで、あのきついですよ。なのでまあ、こういうふうな感じでレンジが出てきてからとか、レンジじゃない、トレンドが出てきてからやるとか、トレンドが出てきそうだなっていう時から入り始めるとか、そう言ってもかなり難しいんで、っていうとやっぱり今はドル円がすごい動いてるんで、ドル円とかが面白いんじゃないかなというふうに思います。 もしくは、ナスダックとか日経が崩れるのに狙ってショートを狙っていくとかね。そういった感じのそのトレードで稼ぐ。短期とあと長期の時間軸時を間分ける。こういった感じがいいんじゃないかなというふうに思っています。ということで今回は、どうしてね、なかなか結果が出ないとき、長い冬を迎えたときとかね、そういったときにどういうふうに考えればいいのかえっていう話をしてみました。ぜひね、今回の動画がね参考になったと思う方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あと概要欄の方にあります、公式 LINE、公式メルマ、そんた SNS。 あと僕の運営する、えー、投資スクールもありますので、もしね、興味ある方はチェックしてみてください。こちらの方では詳しくね、僕の、えー、トレードとか、投資のエントリータイミングとか、売買タイミング、数量とかね、いくら買ったとか、そういった、あと理学したっていうのも全部、えー、公開してますので、興味ある方はチェックしてみてください。それでは今回の動画は以上になります。最後ご覧いただきまして、ありがとうございました。